大倉精神文化研究所地図公益財団法人大倉精神文化研究所は実業家で後に東洋大学学長などを務めた大倉国彦によって創設された大倉精神文化研究所及び付属図書館の維持人文科学及び社会科学に関する調査研究などの事業を実施している公益法人元文部科学省所管神奈川県横浜市にある 東西療養における、精神文化及び地域における歴史、文化に関する科学的研究及び普及活動を行い、国民の知性及び道義の公用を図ることにより、心豊かな国民生活の実現にしし、もって日本文化の振興及び世界の文化の進展に寄与することを目的としている。大倉国彦理事長のもと、専任研究員2名。 客員研究員9名によって研究所を構成し、研究を進めている。また、付属図書館が設置されており、哲学、宗教、歴史、文学などの図書や雑誌を揃えて一般に開放している。プレヘレニック様式の旧本館は、1981年に横浜市に寄贈され、1984年から横浜市大倉山記念館として開館。 一般開放されている。1991年に横浜市指定有形文化財に指定。設計は長野右平次。研究所は現在もこの記念館内で活動。神奈川県横浜市港北区大、倉山二丁目十番一号公益財団法人、大倉精神文化研究所定款第二章第三章神奈川大学創立50周年少子、編集委員会。 神奈川大学50年少子神奈川大学1982年101から102ページ公益法人インフォメーションありがとうございます。